輪島市の現場を視察したのは、自然災害や地盤工学の専門家などで構成される土砂災害対策検討委員会の委員10人です。この土砂の向こう側に本来川があったということなんですけれども、大量の土砂の影響で水路は完全に変わってしまっています。大規模な土砂崩れが発生した輪島市のもみじ川では、およそ160万立方メートルの土砂が流れ込みました。今は土のうによる応急処置が取られていますが、土砂の撤去は手がつけられない状態で、この地区では未だ一人の行方が分かっていません。奥能登では今回の地震で川に流れた土砂が水をせき止める土砂ダムが発生していて、その数は14箇所に上ります。万が一大雨などで決壊すれば、土砂が下流に流れ込み大きな被害となる可能性があります。ボロボロ風化しやすいというそういう特徴があると思います。雨が降った場合ドロドロになって流化していくとか、土石流になって流化する可能性はありますね。今現在切迫した危険性はないと考えられますけれども、6月ぐらいになりますと梅雨になりますので、水路が増えたときにこの河道閉塞箇所が、安定している状態になるかどうか、きちっとモニタリングをしてですね、河道閉塞箇所に変状が生じないように確認をしていくということが必要だと思っております。委員は緊急性が高いとみられる他の2つの土砂ダムを視察し、安全に土砂を撤去する方法などについて今後議論を交わします。